はい、というわけで始まりましたドロップドッグパックス視聴者参加型ストリート動画第45回。ありがとう。まあ今日はあったかいね、あったかいね。そう、風なんか朝めっちゃ気づかってやばいかなと思ったけど、風も今ないし、まあでも人はあんま通ってないけど、まああの限りなくいつもの土日かなって感じの日ですね。女性いっぱいやっていこうと思います。ありがとう。ありがとう。はい、というわけでストリート終わりました。ありがとう。疲れ。今日はどんな日だったかというと、やっぱり特に言うことなかった。いつも通りやって。なんか言ってよ。あ、でも強いて言うのは子供かな、いっぱい泊まってくる。子供。うん、でやっぱな、子供のあの無邪気さというか、子供がねこう集まってくれると自然と人集まるな。だから結構集まる可能性のある時間帯が長く続いたんが、とても良かったなと思います。でまたね、ああいう子供たちが気に入って、またお母ちゃんに、あの人見に行きたいって言ってくれたらいいなと思ってます。と いうことですね。まあね、こんな感じで、毎週毎週とか定期的に続けてきたら、きっと何かいいこともあるんかなと思うんで、頑張っていこうと思います。ということで、今日の柏でした。ありがとう。コメント返しのコーナー。コメント返しのコーナー。ありがとう。読んでいこうと思います。まあ明日もあるので全部読むことはないですよね。まず最初に、えのきくん、えのきくんですね。ありがとう。今日成人式でしたね。第44回にコメントがあります。そういえば僕も今日で成人にてん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 なってません。なってないのか。すいませんでした。ということで未成年か。じゃあありがとうね。嬉しいです。またねちょいちょい見に来てくれたら嬉しいなと思います。ありがとう。はい、続きまして日本さん。あ、日本さん、これは43回に増えてます。匂いの例え、オリジナリティありすぎ。かっちゃんの口もおじいちゃんの口の中の匂いになったということね。まあ、カレー臭でやるね。カレー臭。いや、まだ大丈夫じゃん、知らんけど。まだ大丈夫だと思う。自称22歳でしょ。そうそう、自称22なんで、もしね、臭かったら俺は言ってほしい派やから言ってくださいね、みんな。脇がとかもしあったら言ってくださいねってことで、日本さんありがとう。はい、続きましてちゃんゆきさん。ゆきちゃんね、ありがとう。ウィレバンのそのカレーめっちゃ気になってたよ。うちの近くのウィレバンでも見かけたやつ。くぅ、実食は次回何回ということで、そこ44回でね、福沢屋カレー編をねやっておりますので、ぜひぜひ。あれ結構有名なやつなんですよ。いや、1000円したんでしょ。1000円した。じゃ今日の動画の中に載っけるけど、てかまだこの動画に載ってるけど、いやマジでな、どうしようかなと思って、なんかまだいっぱいカレーシリーズがあって、他のカレーシリーズも挑戦するかどうかちょっと考えてみる。カレーシリーズ。まあでもね、ゆきちゃんありがとう。はい、続きまして、お、初めての方かな、キャットラブ JP さん。キャットラブ、キャットラブ JP さん。カメラチラ見が気になるけど、うんばやって、これあの歌ってみたね。これ結構カメラチラ見するやん。なんかそれが気になって、ありがとう。でも めっちゃ嬉しい。まあ、チラ見はちょいちょいにしながら頑張って歌っていこうと思うんで、応援よろしくお願いしますということでね。キャットラブさんありがとう。はい、続きまして、アシミさん、ゴアジ、トライブカホンさん。俺だ俺だ。ありがとうね。ストリートお疲れ様。お疲れ様。クサヤカレーチャレンジ早く見たいな。見たい見たい。ちょっと待ってて、今日の動画になるかな。ありがとう。はい、続きまして、シキシグレさん、ありがとうね。成人式ですか。私の成人式の時、偉い人がスピーチしてました。若いあなた方には可能性がたくさんあると。片谷さんの秘めたる内なる可能性をこれからどんどん見ていてほしいですということでね。ありがとう。頑張っていこうと思います。ほんまにありがとうね。そうね、まあ、あんまり秘めてないけど結構さらけ出してるタイプだけど俺。ちょっとまあ、歌とかなんかね、いろんなことを頑張っていこうと思います。ありがとう。はい、じゃあ続きまして、みほちゃん、実食動画楽しみにしました。クサヤ美味しいんだったら食べてみようかなってことでね。みほさんありがとう。ありがとう。あのね、これはねぜひ食べてほしい。まあ、今日の動画見て判断してください。みほちゃんありがとう。はい、続きまして、2人続けていくね。これは前回の生放送で
その次の動画の1個目をゲットした人にはコメント返してよって言ってもらったから、ほなそうしようかなと思って、ちょ一回その試しでやって、到着で2人の子がね、そのあいみょんの歌に1個目くれましたので、ゆうとくん、ゆうとにしぼんさんとウィンパさんね、1じゃねえと楽しみにしました、ここのね、ありがとうございます。この2つのコメントが一番最速でコメントくれました、ありがとうね。ぜひぜひね、また 1個目にはこれからちょっとコメント返そうかなと思う、あの文字でね、このコメント返しじゃなく文字で返そうと思うから、ぜひぜひ1個目狙ってみてください、ありがとう。ほなこれ最後にしようかな。ひそらちゃんや、久しぶり、久しぶり、ひそらちゃんね、これ下の名前なんて呼ばれたっけ、これ忘れた、ひそらゲントでいいんだっけ、はい、好きな歌だから嬉しい、サビ最高、すごく好きです、特にラスサビのところ良きでした、ということでありがとう。ひそらちゃんもね、歌詞はちょいちょい見に来てくれてた子だからね、またね見に来てくれたら嬉しいなと思います、ということでありがとう、ありがとう。ほなね、とりあえずここまでにしとこうと思います、だいぶコメントなくなったので皆さんコメントお待ちしております、ということでコメント地のコーナーでした、ありがとう、ありがとう、ありがとう。今日の一曲、何もない夜明けに出会ったオリジナルソングです。いなくても未来はそのまま進んでく、だから消えない道しるべにあなたを探した、夜空は無限に続くのにここからじゃ何も見えなくて、不安と孤独の最中にあなたを探した、寝ても覚めても夢が続くの、あなたがこの手を取ってずっと遠く、僕はそれが幸せと知るの、だから暗闇を手探りで歩いていた、何にもない夜明け、けどその先見つけたい小さな光を、私を呼んでいる未来へ一緒に歩こうと、小さな世界でうずくまる私を探して、言葉や物じゃ響かない心はずっと探していた、愛という真実の光、あなたを探した、嘘でまみれた私の世界、抜きにしたい愛想笑い、幸せはどこにも売ってない、だから私はあなたを探すと決めたの、何にもない夜明け、けどその先見つけたい小さな光を、ずっと探してた。
ます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ということでね、今日はね、今ギャラリーで、ね、見てくれてる方にいてほしいなと思います。明日もね、頑張っていこうと思います。今日寒かったですもんね。一気に夜になって寒くなってきたから、やっぱね、明日はちょっと早めにね、来て、まあ、今日も2時ぐらいに来てんけど、ちょっと嘘ついてるけど、2時半ぐらいに来てんけど、いろいろここでやってはったね。明日も2時とかには来てみて、ここが撮れるもんやったら撮ってやっていこうと思います。ということでね、今日もここまでご視聴ありがとうございました。ありがとう、じゃねー、ありがとう。さやかりん、前回の続き。前回に引き続き、草屋カレー草屋チャレンジです。ただいま調理中。はい、というわけで、ここ見えへんの、白いな、まあ、今ご飯と、ちょ見えへんけど、ご飯と、そしてもうだいぶ温まってます。作りました。俺これ結構さ、舐めてんねんけど大丈夫かな。一応服はあれしたけど、ほんまに知ってるし、一応待って、これ一応ちょっとなんとなく置いたけど、一応こっち持って、もうダッと窓開けなあかん可能性すらあるからな。あと俺これ座ってる椅子がこう回転式やからさ、急に立ったらズテンってこけるかもしれへんけど大丈夫かな。まあいいでしょう。ほんなら開封するんで。うわー、ちょっと緊張してきた。ちょっと待って、現状全然臭くないです。いくれ。それでは、行きます。せーの。ん？ちょっと待って、カレーがめっちゃ服についた。まずそもそも、ちょ勘弁してくれ。え？え、ちょっと待ってや、お前宣言もしてんのこれ。え？え、全然臭くないんやけど、本気で言ってるこれ。あ、ちょっとしてきたかもしれん。ちょっと近づいてみます。え、ちょっと待って。え、てか普通にうまそうやしな。ちょっと近づいてみて。え？ああ。え、お前これ宣言もしてんぞ、これ。せやろ。全然臭くないんですけど。リアクションも取れへんねんけど、こんなんやったら。ただちょっと。寝巻きにカレーがついちゃったぐらい。食べたらめっちゃすごいかもしれませんので、ちょっと食べてみんで。じゃあ、え、マジで言ってる？俺ぜもっ、え、だってこんなん全然、え、全然いいんやけど窓とか開けんでも。なんなん、ちょっとほんまにどうかしてるな、これは。物申したいぞ俺これ。まあちょっといいことだ。うん、だって全然臭くない。むしろカレーの匂いが、美味しく草屋を調理したみたいな感じになってますけど、今日まあ食べてみますね。どんな味か実食。うん、なんか、まあよくあるカレーに草屋乗ってますみたいな感じですね。あ、これじゃあこの草屋めちゃくちゃ美味しかったんかもしれん。ほんならなんかちょっとディスってるわけじゃん、この草屋カレーの。やっぱその開けるまでのあのドキドキ感とか半端なかったからさ、そういう意味ではすごく良かった。でも多分これ限りなく、ほらビーフとかさ、ポークとかチキンとかみたいにさ、
何ていうの、そういう味になるさ食べ物をあんまり入れず、この草屋もうほんまに草屋カレーって感じね。うん、普通に美味しい美味しいです。これなんか口の中が、あのこいつ食った時みたいに明らか臭くなってるなって感じもないな。これ食べた後に別に異性には会えんことない気もするけど、うん、まあでも今日の普通に美味しいご飯となりましたね。これはあの皆様も良ければとっても美味しいので、でもこうやった時にカレーの匂いを無視したら、うん、カレーの匂い無視したら、俺がこいつの時に感じた、あの、おじいちゃんの口の中を煮詰めた匂いが伝わると思うね。ビレバンで売ってるんで、どこにでもあると思うから、全国のね。ぜひ、試してみてください。うん、美味しいんで、最後まで食べると思います。ということで。まあ、これでもうさすがに、まあ、本物の草屋を、本物のっていうか、これ瓶詰めやねんか。瓶に詰めてなくて、実際は自分家で焼くらしい。本当の草屋は。それがめちゃくちゃ臭いらしいんだけど、焼く時とかが。まあ、ちょっとそれはさすがにここでできるかどうかわからへんから、ちょっともうね、草屋のチャレンジは、もう終わっちゃうかなって感じなので、うん、これがほんまにちょっと残念だけどな。美味しいけどな。なんか、こういうのどうですかっていうチャレンジ、ありましたら、僕は果敢に挑戦しようと思いますので、ぜひね、皆さんコメントでいただけたらなと思います。ということでね、ここまでご視聴ありがとうございました。